サムネイル見たわ。今回は兵庫県ね。そうよ、兵庫県といえば何が思いつく？まずは世界遺産の姫路城ね。白鷺城とも呼ばれるくらい城を基調とした美しい城ね。それから丹波の黒大豆ね。調理済みを買ってきておせちに使うこともあるし、枝付きのまま買ってきて塩茹でして食べることが多いわね。めちゃくちゃ美味しいわ。それと明石焼きね。たこ焼きと似てるけど大きく違うのは卵の割合とつける調味料ね。明石焼きは地元では卵焼きと呼ばれるくらい卵の割合が多くてふわふわ。そしてたこ焼きがソースをつけるのに対して明石焼きはだし汁につけて食べます。食べ物以外で言うと車の運転する人にとっては日本一の難所の垂水ジャンクションね。垂水ジャンクションを経由してどこかに行く予定がある人はナビ頼りにしないで事前にシミュレーションしておくことをおすすめするわ。そういえば駅前に美味しい明石焼きの店があるんだけど後で行ってみない？賛成。それではスタート。第1問、尼崎市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。これはわかります。ケマです。でもケマって読める要素がどこにもないからほとんどの人がわからないと思うわ。正解です。ケマです。第2問、尼崎市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。普通に考えたら若王子以外に読みようがないわね。でも違うの、中王子です。正解です。中王子です。第3問、神戸市東灘区内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。この漢字が地名だったり地名の一部だったりする土地は日本全国に多く存在するけど、この読み方をするところは数少ないわね。奥義です。正解です。奥義です。第4問、神戸市北区内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。最後は大で確定。最初の2文字だけの言葉があって、その読み方はカラビツです。だからカラビツ台にしたいところだけど伏せ字と数が合わないわね。そんなはずない。伏せ字の数が間違ってるに違いないからカラビツ台で押し通します。正解はカラト台です。まるみちゃんが言ってたカラビツの話は本当なんだけど、この地名はカラト台です。第5問、宝塚市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。私この名前がついた神社を知ってます。神社の名前は目布神社だからメフにします。正解です。メフです。まるみちゃんが言ったメフ神社はメフではなくてメフ山手町にある神社です。第6問、豊岡市内の地名です。シンキングタイムスタート。最後の字はゆりという字だけど、地名になるとい、と短縮されることが多いわね。最初の字はたと読むだろうから全体でたいにします。正解です。たいです。第7問、
西宮市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。最後の2文字が川町だとすると、最初の2文字がニオンということになります。角川町、五感がしっくりこないし、門を縮めてもにするかな。あ、そうか、最後の字は町とも読めるから、塚戸川町でどうかな。塚戸川町にします。正解は角川町です。第8問、南淡路市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。最初の2文字が父だとして、最後の字は何？見たこともないし見当もつきません。降参します。正解は父たたらです。第9問、姫路市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。最初の2文字は駅名で記憶にあります。鹿間区です。正解です。鹿間区です。第10問、神戸市中央区内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。最後はちょだとして、最初の2文字を3音でどう読むかというところね。うちという字はちと縮めて読むことがたまにあるから、くまちちょでどうですか。惜しい。正解はくもちちょです。まではなくてもです。第11問、川西市内の地名です。シンキングタイムスタート。終了。三音ですって。こやおだと2音だし、小だと4音で音を省略するパターンかな。書道とか書べとかどちらも違う気がするけど思いつかないから、書道にします。正解はおうべです。小さいを使っているのにおうべとはこれいかに。今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。